ただしは、聖は源氏の流れを組む一族。摂津国川辺軍ただより発祥。家門は獅子ボタンなど。平安時代中期に、摂津国川辺軍、ただの地に武士団を形成した源の三中がただを合したことから始まる。その後、ただの地は、三中の長子であった頼光とその子、内国が提唱し、内国の逸を頼綱以降、着流がただを合した。 頼綱以降では、馬場氏族や山形氏族といった諸流を排出しており、着流にあたるただしの系統は、聖は源氏一族の最も古い諸領である忠の地を200年余りに渡って相続したが、源平壮乱期に総領であった忠行綱が、源の頼朝に疎まれ、忠宗の諸領を没収されると衰退し、以後一族の動向を伝える資料は断片的なものとなっている。 ただしの衰退後、俗軍書類中収録のただ系図などによると、源の兼綱の子である、源の寄金が、ただしを再興し、伊豆国を地盤として、鎌倉幕府ともつながりを持ったとされる。この流れを、伊豆忠氏と呼び、室町期には、摂津国と伊豆国に領土を安堵されるが、永正年間の足利将軍家家徳争いで、足利義種側に突き没落したという。 しかし、この伊豆忠氏については、系譜や自責に不明な点が多く実像がはっきりしていない。鎌倉時代初期の忠興味に始まり、大和の国人として存続した忠氏は、源の三中の光栄と伝え大大介姫山城に寄ったが、別族とも取れる記述が見られるなど系譜が明確でない。また、大江広元の衆都であった、忠人静穴は、安中坊警符によれば、 摂津国忠子吉川村の出身で、源の三中の弟玄満世の長男、左近正玄満身の後院であるという。人としなの娘は、広本との間に、大江地下広を設けているが、人としなの名は、尊卑文脈などの系図に見えていない。南北朝時代には、忠頼貞、忠貞綱、忠義元などが、南朝方の武将として活動しているが、 その明確な系譜は未詳である。戦国時代には、源の蜜る海の子孫とされる、摂津国宿土屋城の忠だ氏や、海、武田氏家臣の足軽大将に、海、ただの忠三八郎がいる。三十八郎は、より密流とする一方で、源の蜜るの光栄であるとの説が見られるが、尊卑文脈などの系図では、満期、満開の光栄に、 ただを合う者ものは確認できない。その他、かが一向一揆の大将であった、河合の武士さや摂津国家密城によった、ただ春政などが、ただしの一族と伝えている。ただ三八郎の子孫には、諸説あるが、いずれも江戸時代には三十八郎の子孫が旗本に、列した。ただ三八郎の孫、ただ正綱は、ただし消図ありがとうございます。